いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
加減にしろよ。どうも、サウナの人ですか？はい、いらっしゃい、どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます？ん？何？この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時、犯人がうちに来てなかったかって。あんた何？記者かなんか？まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日、彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。客の出入りは多いんですか？終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ。帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。店の中に防犯カメラはないんですか？客の出入りをチェックするような。あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか、わかりました。お忙しいところどうも。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客とか見てません？ほんとね、わかんない。やだ、超ウケる。あ、少しいいですか？12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザって。なんだいそりゃ。そんな昔のことを覚えてるわけねえだろ。仕事の邪魔だよ。行った行った。少しいいですか？12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザって。俺のことなんて誰も気にしてないんだから。俺だって周りなんか気にしねえよ。ちょっとすいません、12月3日の夜、サウナ御殿へ入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな？この羽村って男なんだけど。さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど。12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜、ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう、今の話なんか役に立ちそう？
そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。ありがとう、ご協力どうも。カイドウさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。なのにここでまた飲んでんの？俺の酒を。で、なんか仕事入ったか？ドラ焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め、それも殺しの。源田事務所でか？最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？事件は例の強霊会のヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか？ああ、さっき接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。
気乗りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。もしもし。新谷だ。今中道通りまで来てる。ん？ああ。ミジョーレって喫茶店があるな。そこで待ってる。お前また急な呼び出しだな。新谷先生。文句言うなよ。忙しいのが好きなんだろう。時間食っちゃったよ。
おう、こっちだ。座れよ。というわけで、サウナ御殿の周り聞き込んだんだけど、やっぱ頭のアリバイを証明できる証言は取れなかった。わかった。よし。で、そっちが俺を呼びつけた理由は何？新しい情報が入ったんだ。ま、こいつを見ろ。警察がマスコミに公開してな。例のアムール前の防犯カメラ映像だ。羽村も被害者の久米もバッチリ映ってたよ。事件前に頭と久米が揉めてた映像ってことか。警察はそんなの掴んでたんだな。いいか、再生するぞ。店に引きずり込まれてるのが久米だ。この画面の端を逃げていくのが久米の兄貴分ってやつか。ああ、名前も分かった。村瀬明。久米と同じ教令会の組員だ。警察の取り調べを受けた後、今も神室町にいるらしい。多分近くに教令会のアジトがあるんだな。よく撮れてるな、この映像。これじゃ頭も言い訳しようがない。ああ、それにまだ続きがある。さっきのから1時間後の映像だ。拉致から1時間後、羽村と久米を残して組員たちとアムールの店長が店を出てってる。羽村と久米だけまだ店の中ってことか。なんで二人だけ残った？さあな、羽村も俺らにこんなこと言ってなかった。この映像の時点で夜10時、久米の死亡推定時刻までまだ4時間ぐらい空いている。問題はその間、店の中で羽村と久米が何をしていたかだ。頭は確か12時頃組を店から叩き出したと言ってたが、その時自分も店を出てサウナに行ったと。ああ、だが羽村や古文以外の人間からも話を聞いておきたい。そこでだ、八神、お前はこのアムールの店長を当たれ。先に言っとくぞ。ああ？弁護人はあんた。裁判にどんな調べが必要か決めるのもあんただ。それでも調査のやり方は俺が決める。いや、でもどうせその店長とは話すんだろう。だとしてもだ、あんたに指図される感じが嫌なんだいらっしゃいませ。ありがとうございました。
らせてもらうよ。しばらく寝とけっての。怪しいな。誰だよあんた、ここで何してんの。いや、少し話を聞きたくてね。今いいかな。はい。12月3日の事件のこと。ああ、俺その日いなかったんだよね。聞くなら店長に頼んますよ。夜まで来ねえけど。その店長ってこの人。ああ、そうそう。店長の名前は？荒垣。連絡つかないかな。少し話したい。迷惑かけないよ。どうかな。ちょっと待って。やっぱ携帯切ってるわ。あの人昼間はいっつもそう。大抵はこの辺で遊び回ってんだけどな。カムロ町にはいるわけか。大抵は。わかった。じゃあちょっと探してみるよ。そりゃいいけど、どうやって？街中歩き回って。一つ心当たりがあってね。こういう人探しのうまいやつがいる。店長の名前と顔は分かってるわけだし、ダメで元々だ。はあ、そんな人はいんの。まあ頑張ってよ。ありがとうな。助かった。
ぱりここにいたか。お、八神氏ですか。まさか一緒にゲームしに来たのですか。ってそんなわけありませんね。何の用です。ちょっとお前の手を貸してほしくてな、つくも。こいつはつくも誠、名字も珍しいが名前も珍しい。ネットを通じてあらゆる情報を集めるハッカー、つまり情報屋ってわけだ。察するにまた探偵のお手伝いですね。今度は猫探しですか、それとも失踪人探しですかな。人を探してる。クラブアムールの店長で名前は新垣。この近辺で遊んでいる可能性があるが、さすがにカムロ町中を一軒一軒探すのは骨が折れる。いけませんね。足を使った人探しなど時代遅れですぞ。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。スマホ？おう。おや？おやおやおや？八神氏、ユッターのアプリ入れてるではないですか。ユッター？ああ、例のつぶやきアプリか。ところがこの僕の手にかかれば、こいつも人探しツールに早変わりなのです。本当か？どうやるんだ。システムに侵入しますので少々お待ちを。これでよし。八神氏、この画面を見てくだされ。試しに何か検索ワードを入れてみましょう。まずは名前からですかな。じゃあ新垣。次は検索期間を狭めてみましょう。とりあえず今日と。ほら、このように誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです。まあそのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね。へえ。しかし128件ですか。もうちょっと絞り込まないといけませんな。って言われてもな。では知っていることを何でも入れてみましょうか。八神氏、先ほど店の名前を言っていましたね。カムロ町のクラブアムール。では新垣クラブアムールで検索してみましょう。ほら見てくだされ、一つに絞れましたぞ。これが新垣のつぶやきなのか。いえいえ、彼に関する目撃談です。ですが大きな手がかりになるはずです。何せこれは10分前のつぶやきですから、この人はまだ近くにいる可能性があります。つまりこの人のもとにすぐさま向かい、新垣氏がどっちに行ったか聞いてみればいい。本当か。それじゃあ今すぐ行ってくる。八神氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。有効活用してくだされ。ああ、助かった。たまには外に出ろよ。出るわけないじゃないですか。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。ちょっといい？あれ、八神さんじゃない？どうしたの？クラブアムールの店長を探してるんだけど、今どこにいるか知らないか？ああ、彼ならさっき見たけど、すごい機嫌悪そうだったよ。きっとパチンコでボロ負けしたんじゃないかな。それで、どっちの方に行った？太平通りの方。きっと寿司でも食べに行ったんじゃない？は？寿司？パチンコ負けたんだろ？なんでそんな豪勢な飯食うんだよ。分かってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。5万10万負けた時はもう1万くらい減ってもどうってことないだろ。逆に勝った時はお金使うのがもったいなくてせこくなったりするもんなのさ。はあ、そういうもんか。まあとにかく太平通りの寿司屋だな。助かったよ、ありがとな。いい加減にしろよ。ごちそうさん。あ？新垣さん？アムールの。なんだよ、あんた。八神探偵事務所。12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ。俺、よく知らないんだ。悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。本当にわからないんだって。じゃあ証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。これだ。あ、事件当日あんたは松金組の連中と一緒にアムールを出てる。この時店にいたのが羽村の頭と被害者の久米だ。あんたも立派な関係者だよ。なんだよ、参ったな。別に俺は怪しいもんじゃない。羽村を弁護するために動いてるだけでさ。少し時間をもらえればそれでいいんだ。そうか、まあいいや、わかったよ。
へえ、あんたよく店長見つけたじゃない。おかげさまで。12月3日の夜9時頃、この店で何があった？いや、だから羽村の頭がね、例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ。ほんといきなりな、驚いたよ。その時他の客は？あの 3,4 人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんで、みんな帰ってったよ。店の女の子たちもその時俺が返した。うん。その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ、1時間くらい。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。分かってるよ、大丈夫だから。で10時過ぎになって急におかしなことになってさ、みんな羽村の頭に返されたんだ。店長の俺までだよ。店の中は頭と久米の二人きりになった。ああ。なんで頭はみんなを店から返したんだ？なんか久米が昔のダチに似てて、それでちょっと二人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。また妙なこと言い出したな。まあ松金組の連中もそう思ったろうけどさ、でも頭がそうしたいってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。裏口の防犯カメラ壊れてるよな。あ？ああ。いつから？先月頃。多分酔っ払いかなんかに壊されたんだけど、まあどうせもともと録画もしない飾りだったから。なんだ、そうだったのか。久米がリンチされてた時、あんたは何を？何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう。なんとか通報しようとは思わなかったの？通報しないよ、バレたらおっかねえし。それにリンチっつってもね、全然大したことなかったんだよ。みんな手加減してたから。手加減？せいぜい頭はたいたり小突いたりする程度。たまに強めに入っちゃって鼻血とか出してたけどね。事件の後警察が来たと思うけど。ああ、刑事が来たよ。組対の黒岩って人。その刑事にはどんな話を？別に今お宅に話したようなこと。その間鑑識が店の中調べてたね。被害者の血の跡がないかとか、ルミノール反応ってんだろ。実は警察来た時にはもう掃除しちゃってたんだけど、やっぱり少し血の反応が出たらしくてさ、だからここが殺しの現場じゃないかってそう言ってたよ。そんなに血が残ってたのか、あんたが掃除する前。いや別に大したことなかったけどね。なら現場とは言い切れなさそうなもんだ。そんなの俺に言われたって知らないよ。どうもありがとう、助かったよ。もういいんだね。また少しいいか。八神さんか、分かったよ。何？どうももういい。もしもし。海藤だ。今どこにいる？アムールって店を出たとこ、スッポン通り。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ、事件の晩その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。